何の音？え、人が来た音か。ピコピコ言うのやめて。人が来ましたよ。あ、こんにちは。ピコピコうるさいの切りたいんだけどね。ピコピコうるさいのずっと。はい？ずっと通知音が鳴るの。ああ、なるほどね。ディスコードの通知音がね。してるのにさ。はい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 。どこのチャンネルですか？全部。これすべてを静かにさせたい。全部静かにさせたい。え、配信者モードとかしてないんですか？これか、配信モード有効に。これ有効にしたら、あれだよ、ピコピコにならないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、どうもどうも。はい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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうかされてましたか？大人が？言ってるんや。大人がどうかしてた？違う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 。配信のね、設定をね、教えてたんですよ。そうなんです。なるほど。そうそうそう。まあ、普段使わないと少し難しいですよね。そう、ルパンね、今日妹のパソコンだから、実家なもんで。あ、配信しないって書いてましたもんね。そうなの。よくルパンのこと見てんね、恥ずかしいやつみ。いや、もうフォローもしてますし、なんなら、配信に行ってスパチャ投げてますから、何か。そうなんだ。びっくりしちゃった、びっくりしちゃったよ、ルパン。妹のパソコンにね、ディスコードとね、オーディオインターフェースのドライバーとね、ラインとね、あ、すごい。いろいろ入れた、勝手に。勝手に。勝手に入れておいた。あ、すごい。あれなんだね、必死で頑張ったんだね。必死で頑張った。やらなきゃみたいな。でそう、ルダーはだってもうこれは楽しみに、うん、1年の楽しみ、もう風物詩になろうと思ってるから。新規リーグね、まあ、毎年ね開催されてるんですよね。そう、こうしてちゃんとも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 に入らなきゃ。多分ロタンさんちょっと声小さめですか？大丈夫ですか？いや違う、多分これは多分本番になったら多分でかくなるタイプだから、多分やらない。なるほど、この間ね、言わない方がいいと思います。あ、なるほど。それもそういう感じで自身でしっかり押さえとか押さえているところが、ね、裏に入ると丁寧で礼儀正しく真面目なんですよ、実は。そうなんですか？そんなことないでしょ、そんなことないでしょ。そんなことないよ ね、それを知っていれば私はちゃんとこうやって接することができます。これ弁護人いないから今ここに。いや、検察側が言ってるからこれ。弁護人いないんだよ。お前行け行け、なんで僕、名前の言い方わからんけど行け行け。僕、うん、英語が読めないの。あ、英語読めないか。僕クリアです。シスターの方ですか？いや、そうそう、よく言われるんですけどね。そう、シスターでもなく、英語を教える先生でもなく、ククいい、僕はね、それは風見ククさんとかな、アニマーレとかの方の、で、ややこしくなるでしょ。ロタンクククンって呼ぶからさ、はい、承認さんはさ、シスターって呼べばいいんじゃない？承認。あ、そうですね。じゃあ、そのボケで行きましょう。それで行く。いや、まあ、もういいけど。じゃあ、ちょっとギア上げていったら、そうそう始まるでしょ。そうそう、よし、行くぞ。ね、ほら、検察官さん、ほら、こうやってほら、声上がるんだよ。どこ？私はよく V の方のホラーゲーム実況を聞いて、悲鳴のあれで慣れてるんで、もう耳を覚えてないです。大丈夫です。壊れてるのは耳だけじゃないですけどね。なるほどね。心が壊れてんのか。いや、もうええって。終わらすか、ちょっとイヤホン差し替えようかな。ダメだよ。え？ダメだよ。いや、もうぐらいでしょう。言語となきことだ。いや、この方、すごく教養もありますし、IQ も高いですし、大丈夫ですよ、心配しない。検察官さんは弁護人の方なのか、検事なのか分かんないですね。いや、ただの証人は証人ですよ。証人は。ただ、ね、いや、証言台に立って、証言しておしまいです、私の役割は。そういう、なるほど、なるほど。来てあげたよ。おー、元気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 。どうも。お料調節必要だ、これ。うるせえな、帰れよ。はい、よろしくお願いします。あ、ロタン死んでます。カムイナル出てるやないか。おっとりロタンじゃねーか。死んでるので、はい、クレアさんからお願いします。はい、僕そうですね、新規リーグで言いましたらシータクやらせていただいておりました。リアルタイム翻訳字幕、喋った言葉が日本語と英語とかドイツ語とかそういったものに翻訳される、ゆかりネットコネクターと呼ばれる公式ガイドのツールの方を務めさせていただいておりまして、あとは、メタクエストって呼ばれる VR 機材の、こちらの公式アンバサダー。クリエイターさんってこと？どちらかといえば、ゲーム配信とか雑談もやっているんですけど、片手間ってこと？すいません、今喋ってる。片手間ってこと？片手間ってこと？いえいえ、そんなことないですよ。ついでにやろうとしてるか。VTuber をやりながら、3D のアバターっていうのを使って、お仕事もしてるんですね。アバターワークって言うんですけれども、その VR のヘッドセットの機材を使って、例えば VR チャットとか、まあ、それこそね、稲葉ハネルさんとね、私ちょっとご案内もしてたことがあるんですけど。何を？サンリオのね。あ、サンリオ V フェスですか？そうですね。はい、ありますし、まあ、それで言ったらね、2月25日もね、そうですね、今月もありますもんね。僕もちょっとそこをね、
読ませていただくんですけど、そういった形で VTuber のゲーム配信とか PR 案件とかもやりつつ、海外の方に案件くれる人ってこと案件くれる人ってこと人が必要であれば募集しますよ。ただ僕でこなせるところっていうのは女性案件くれない人ってこと。どうしたんですか、どうしたんですか、この食いつきは。いや、そんなことない、そんなことない。もし案件を回しできるものがあればやります。VTuber のイベントの裏方もやってましたから。行くか。ちょっと今聞いた。なんか変なボイス搭載されてますこれ。ただ、うん、まあそういった感じでね、アバターを使ってのお仕事もしたりとか、そのクリエイターとしても、はい、字幕を使って、まあ、海外の方とか聴覚障害とか何だか障害を負われている方々にも麻雀とか、うん、エンタメを届けるような活動を VTuber を通してやってます、はい、なんかこう結構活動を見てて幅は広いですね。僕横幅をやってますね。横幅あ横幅っていうのはいわゆるそのゲーム配信、雑談配信、歌配信っていうのは結構よく配信では見られるんですけれども、そうじゃなくて、もうちょっとこの横軸、こう、リアルとバーチャルの、ちょっとこう、外に出たような活動っていうのを。なんかいっぱい喋ってもらってるわに、何してるか全然わかんないんだ。そう。なんか、いや、でもわかるっちゃわかるんだけど、はいはい、とってもつまんないって聞こえた、なんか。そうだよね、ちょっと面白い話、頭痛くなっちゃうよね、ちょっと陽気な、陽気な話聞きたいね、陽気な話、ちょっと面白小話お願いします。面白小話お願いします。僕ね、そう、面白小話で言うと、僕の名前ってクレアって言うんですけれども、うん、よくお名前間違われるんですね。こいつだね。なんかボイスが搭載されてる NPC で面白小話気になるね。でも気になるぐらいがちょうどいいのかもしれない、まあ、こういうのって、ね、ありがとうございました。はい、親の方承認は、はいな、総括は俺があの時うまく2人に言いまかされず、しっかりと返してあげればきっといい答えになってた、きっといいそのアピールにもなってた。うん、だから修行だね。こと麻雀においては僕のやっているそのアバターワークとかメタクエストのアンバサダーの話とかっていうのは麻雀に対してはまああんま関係ないじゃないですか。まあ字幕は関係あるけどね、多分使えるから。そういったところでちょっとアピールするにしても内容の取捨選択っていうのをしておけばよかったよね。お仕事くれるんです、お仕事くれるんですかって言ったけど、全然お仕事なんて渡したいぐらいなんですよ。渡したいけど、渡したいけど、それはあくまで相手が企業だから窓口って存在するわけで、もちろんそれはお仕事さえ受けてくれたら、それは僕としても嬉しいですけど、全然その個人的にお仕事渡してもいいんだったらいくらでも渡すよってなんですけど、でも正式な法人として窓口があるからそんな無理でしょって真面目な話をすると、まあ交えするとそうなるわけよ。うん、